はい、始まりました。毎度おなじみゆうごと TV です。感じまった。暑いですね、毎日。体調の方は大丈夫でしょうか。熱中症には気をつけてくださいね。ということで、本日もっちが久しぶりに人生に役立つ情報を配信していきます。今日のお題はですね、不得意なことには若さの秘密が隠されている、こちらを読んできます。挑戦している人はそれだけでかっこよく映ります。さらに不得意なことにもあえて挑戦している人はかっこよさの上に輝きを感じます。得意なことをしていくのは確かに大切なことです。得意なことほど上手にできるし、失敗しても起き上がれます。しかし、あえて不得意なことにも勇敢に挑戦している人は、青春的な若さを感じます。青春という字は、青い春と書きます。まだまだ青いなと大人に言われたことがありませんか？その時代が青い春と呼ばれる青春にあたります。まだまだ青いと言われているとき、不得意なことに挑戦していくというのは、まさに青春を送っているということになるのです。初めての経験、わからないこと、まだまだ青いと言われてしまうことがどれだけたくさんあるかです。何でも経験したり、何でも知っていたりすることは素晴らしいですが、それだけではマンネリになります。わからないことがあるということも青春には必要不可欠なポイントなのです。不得意なことは、若さの秘密が隠されているのです。今日の格言。不得意なことにも挑戦してみる。不得意なことにも挑戦。なるほどね。何でも食わず嫌いしないで、とりあえずやってみる。もしかしたら新しい発見があるかもしれない。そんなことなのかな。はい、今日も勉強になりました。それでは今日はこの辺で、ドドン。